はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、タワーバトル東方丈介編極上ですね、こちらのフロア1を攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。アビリティ見ていきましょう。まずはリーダーですね。違いましたね。リーダーがこちらです。何もつけてないですが、一応配備をですね、遅延要因として置いております。続いてメインアタッカーですね、赤じりですね、ムーブブースト SHIT 独自特性ですね、そしてファイアボムも入れてます。フレンドはですね、ジョー太郎ですね、4太郎がフレンドに来てくれてます。では参ります。この構成だとね、シットだけで、ボムシットだけで大丈夫だと思いますので、やっていきます。はい、第1ラウンドクリア。続いて第2ラウンドですね、奥安が、下げてきましたね、3分の2にしてきています。時属性が乗るとそうでもないと思ったんですが、違いましたね。このままいきましょう。太郎倒れる。ここは、ちょっと先を置いておきましょう。はい、倒れました。はい、よかった、倒れました。ボムシットで倒れてくれました、ようやく。さあ、回復に取って終わりです。さあ、ついでにこの増員を倒して終わりです。続いて第3ラウンドですね、息だけが残りそうな感じですね。息がかばってくれましたね。はい、無事クリア。続いて増援ですね、くれてますが、やはり得意属性が乗ってないとちょっと辛いところがありますね。さあ、最終ラウンドです。さあ、燃えて、さあ、ボスがやってまいりました。痛い攻撃が続きます。さあ、ゾエもやってきました。相変わらず遠距離攻撃が痛いです。
はい、無事クリアしました。ちょっとね、危ないところもありましたけど、なんとかクリアすることができました。ありがとうございます。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。次はね、極上のフロアにですね攻略していきたいと思います。ではラストバタイル。